自分自身いかに試合を想定した形特にその試合で起こり得る状況をしっかりトレーニングで作ってシュート練習を行えるかっていうのを現役時代も大事にしてましたまたあの自分自身も引退していろんなコストライカーの選手を調べてこれはもうチャプター2の方でも説明してきていますけど やはりよりゴールの多くがペナルティエリア内で行われているっていうことを考えたときにはリアルに基づいたこのシュート練習をもっともっとより多く作っていかなければいけないなっていうのは自分自身も感じたところでありますまあ、それを考えたときにこの決められたトレーニングの方法だけではなくていろんな状況を想定してエリア内でのシュートの形そういうのをより多く経験していくことそして 確実にゴールを奪うことそういったところの正確性をやはりエリア内で高めていくためのトレーニングが必要だなっていうのを改めて感じました。